今、太陽さんがやって、あ、じゃあこれ説明するか。えっとね、まず、このカスタムゲーム、ここ、ここを押して、作る、制作する、日本語で何て書いてるか分かんない。まあ、ここ、右上を押して、セッティング、設定の、ここ、コードを入力するみたいな。右から2番目の、これを押して、ここに、Q、TB、HD 入れると、ここにボカーンです。んで、 ま、いつもキャラ変更って H なんだけどここは FF で変更できます F で変更できます, F で変更できます